い、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。クロナーでございます。セレガミでございます。よー、世の中のガキども。え、あ、こんにちは。こんにちは。ガキ二人が集まったじゃないか、はい、今日やるゲームは同じ高さにいると死ぬクラフト。おお、え、なんだそれは。なんですかそれ。ルールわかるだろ、タイトルから導き出してるだろ。それでも説明してください。あの導入のなんかね、はい、なんか欲しいですよね、なんか例え話みたいなの ね、おい、お前たち、お下を見てみろ、地面を。はい、同じ高さにいるじゃないか今。確かに高さを変えないと死んでしまうぞ。だからその導入が欲しいって言ってんの。導入してるじゃん今だから。まあね、まあ、はい、とりあえず、まそういうことですよ。そういうことなんだね。こういうことだね。じゃあ、そうだ、僕らは謎の魔術によって同じ高さにいた時点で死んでしまうという、まあ、呪いをかけられてしまうと。はい、まあ、その世界で、いつも通りですね、鉱石を集めて100ポイントを目指しましょうということですよ。なるほど。まあいつもね、あの、まあこの日常組のヒエラルキーっていうか、あの三角のやつで見ると、まあ、クロナーさんが上で、はい、僕が真ん中、はい、死神くんが一番最下層みたいなところあるんですけど、なんでグループ実況者にヒエラルキーが存在したんですか。まあでも物理的にもヒエラルキー作っていこうよってことでね、これは。あー、なるほどね。あ、じゃあ僕一番下ら最下層だ。そうそう、こう、こういうこと、こういうこと、そう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 。いやでもお前もう一つ下だよ、トラゾーがそこにいるから。あ、そうか。何それマジで。これだからね、これ物理的ヒエラルキーね。こういうことでしょ。腹立つわ。だから僕だぞ。じゃあもっとまともに説明しろよ。お前。いや、これ多分ね、覚えてないけど死んだら、必要なタスクポイント増えてくから。あ、そうだ。あ、はい。はいはい。死なないように頑張りましょう。じゃあやっていきますか。行きますか。行きましょう、行きましょう。はい。じゃあ、同じ高さにいると死ぬクラフトスタートー。え、これ今お前座標が表示されて、これ俺、はい、降りたら、おいしょ、だから降りたら、だから合わさったら死ぬって言ってるじゃん。危ない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 。なんでお前がガーッ。やばいやばい、待って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 、あっ待って待って、一人ずつ蘇生して、一人ずつ、あ、そうそうそうですね、待って待って待って、これやばくないこのゲーム。ちょちょ、あの CA 君から言ってもらって。あ、じゃあ僕から、あれ、ちょっと待って、え、待って、これ君たちなんかいない。え、俺リスポーン画面だけど、これイルハンってなってるの。イルハンってな、これもしかして死体があるってこと。こういうこと。え、もう積んだやん。じゃあ俺出るわ。じゃあ積んだやん、出るわ。え、死んでもいるの。え、それは聞いてないってよ。死神やってみ。え、はい、ほら。あ、俺大丈夫だった。はい、俺これリスチがここだもん、ほら、ちょっとずれてるから。おい、けた。はい、けたいけたいけた。クロスさん、ダメ、今入ってきちゃう。え、え、ダメ、ダメ、死神くんは同じ座標にいるから。あー、あー、待って、待って、ちょっとだから、あの、クロスさん、ちょっとだけ待って。あれ一個下にいたの今ペイント。あ、オッケーオッケーオッケー、俺復活できた。これなんかね、クールダウンみたいなの設定した気がする、僕は。えって、あーでー、ちょっと上がってきてる、上がってきてる、上がってきてるから。待って待って、俺もう一気に降りるわ、じゃあ下に。うわ、お願いします、お願いします。バカだろ、バカだろって。やばい、クリアさせる気あんのかよ。これあれじゃない、これあの みんなパーティクル表示した方がいいんじゃない、これみんなの位置。あ、白く光らせた方がいいってことか。そうそうそう、なんか見えるようにした方がいいんじゃない。あ、なるほど。え、待って、これさ、急いで下に飛び降りるタイミング、はい、うん、数値がさ、ちゃんと反映されるから一瞬でもさ、はいはいはい、その数字、数値のとこにいるから、はい、死ぬね。
ってことはさ、これってことはさ、全員降りていかないと。待って、開始したヒエラルキーのまま維持しないとダメじゃね。そうだね、最終的にもずっとそうだね。確かに逆転とかないんだこれもうないね。じゃ俺がこれもし来なくそうっつって上に上がってたら2人とも死ぬってこと。みんな死ぬ。やめて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 、おい何してんだよ、やめろってやめろよ皆さん。こっからジャンプしたらさ、なんかしてんの。なんで言ったの今。ごめんなんでお前が俺の 今僕全然高さのさ、これもう勘違いするわこれ、めっちゃでしょ。うん、おい死亡ペナルティちゃんと加算されるようになったじゃねえか。なった今これ、なったマイナス1、マイナス1かもな。あれもう一回テストしていい、メイさん。はなんでだ降れない、あれえ、なんでもうバグり散らかしてるじゃねえ。難易度、高難易度でしかもバグり散らかしてるやん。いや、死亡ペなくていいんじゃない、こんな難しいなら。確かにこれ死にまくる可能性あるな。うん、自分の高さをちゃんと正確に言っていこう。オッケー気づけば俺が一番ヒエラルキー下になってるよ。でも洞窟に近いから一番いいまであるよこれ。下限中限上限ね、鬼滅で言う俺一番下ね。でも降りたい時に降りられるんだから。どっちがいい、中限なんてない、上限の月がいいの。中限ないけど。中限ってなんだろうね。確かに今自分座標98です。僕まあ118、全然大丈夫だね、まだ29あるんで俺も大丈夫。え、これ加減忙しくない？多分そこがね、軸になると思うよ。そうだね、僕らが降りたかったら降りてくんなきゃいけないし、うん、あのもう加減のペイントですけども、あのはい、あのエメラルド見つけました、エメラルド。え、お、え、加減のペイント、ナイスすぎ。なんかエメラルドあったわ。じゃあ取ってもろって。ってことはさ、これさ、これ山バイオームってことか、高原バイオームってことか。ああそうだね、ってことはですね、この高さで出るってことは他にも出る確率があるってことや。全然ありそう。エメラルド探してありだね。いけるかもしれん。エメラルドでクリアしたことないんじゃない今まで。僕らマジか、加減忙しくない。開拓はそっち任せるんで。なんかネザーあんだけど。え、なにこれ、なにネザーあるって。ちょっと待って、めっちゃネザーラックが大量なんだけど、なにこれ。え、どういうこと、どういうこと。え、なんでネザーラックがあんのこれ。え、なんで。え、ネザーラックと、ちょ、くんな、くんな、くんな。ええー、マグマブロックとネザーラックが、おい、マジで。おい、やば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 い、待って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 。110です、110。120いきました。あ、今102です、僕。今110来てます。お、すごい。ん、どれ。ネザーラックはなくない。ん、あー、これか、これ。なんかあるよね、こういう黒さんが。あ、なるほど。あ、これか。え、なんかやだわ、すごい。この見方やだわ。あ、そこになんかあんの。あ、そうそう、これあれ、ペンさんが見てたやつじゃないの。これ掘ってたのか。あ、ね、下から見てたんだ。これ下から掘ってたから、マジで急にネザーラックとかがあって。あ、なるほどね。マジでビビった。ちょっと高さ警察大丈夫。石集めたいなっていうのと、はい。やばい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 。待って、僕これ石、貴重な石だったのに。ちょっと待った。やばいやばい、あ、ちょっと待って、赤ってんじゃねえ。やめろって、なんでそっちが主導権握ってんだよ。やばい、これが下克上だ。やべえ、ブロックがなくなるって。こっち来んじゃねえ。怖っ。あ、降りてった。あぶねー。何これ。ちょっと危ない危ない危ない。降りてったと思ったじゃん今。ぶなぶな笑い方いい。降りてったの。どうした笑い方。はっ、キー欲しいな、キー集めよう。じゃあそこトップが削る木じゃないそれ、大丈夫。何トップが削る木って。周りないんだよ木が。大丈夫ですよ、クロナさん欲しかった言ってくれたら落とすんで。もしかしてさ、上限暇、うん、まあ、そうね、すげえ暇かもしれないわ。あ、ちょっとあっち側に木やったから。
店員さん、もし木材なくなったら言ってくれたら上から落とすことはできるんで。あ、全然俺木材あります、大丈夫です。あ、じゃあもう暇だ。上から下にアイテムを送るという仕事がなくなったらもう僕ら暇です。え、待って、俺めっちゃ忙しくない？これペイントさんがポイント集めるゲームかもしれん。俺結構下側に行かないとダメっぽいっすね。じゃあそうだね、ペイさんがまあもうめっちゃ掘ってくれたら下の洞窟行きますわ。僕も降りようかな。ちょっと俺も行くわ。チョコ掘り大丈夫かな。ギュッていきなり落ちたりしないよ。左右見て。どう、ペイさんってこと。今62、僕70。いや、お前攻めすぎ、攻めすぎ。え、攻めすぎ。10差は攻めすぎだって。お前クロノアさんもめっちゃ攻めしてるよ。お前来ちゃった、結構下来たよ。もいや79まで来ちゃった。やっぱこれ上層部無能だとね、こうやって下の方は苦しめられるんですよ。押しつぶされていく感じ。早く降りたまえ、ペイント君。本当に困るわ。いつも働くのはしもじもろものだよ、こうやって。今エリアマネージャーが下の様子見に来てるんだから。早く働きたまえ。バイトが一番忙しいんだから、これ下の人たち何やってるか分かんないんだよな。今60。あ、え、あ、お前やったな。嘘、見てなかった、ごめん。めちゃめちゃ下降りてったもんだって。お前めっ、あ、ちょちょちょ、え、ちょちょ、あ、やばい。お前やったな。クロノアさんが最下層になった。なんで見てないのよ。ごめん。お前が作ったゲームだろ。もう今でも俺中堅だからお前に逆らえねえわ。あれ、そういうこと。立場変わったのこれ。てかさ、なんならさっきも全然俺逆らえなかった加減だから。見て。でも今ペイントさんも上がったよね。今ペイントさんも上がってきたから。ちょちょだから。ちょ、ほんと気をつけろよ。違う、今ベイツさん下がってよ、上がっちゃダメだって。いや、お前だろってジャンプしたらそれは下がる、上がるやん。それも想定して、1ブロック上に行ったもん。それも想定してさ、1ブロック違う違う違う、ジャンプだけじゃなくて。ベイツさんマジマジマジだよこれ。何がマジだよ。え、めっちゃ石炭取ってない。石炭を俺今33個取ったもん。え、すごい。見た中身これ。え、何中身って。このチェストの中身。おお、うん、あ、終わった。え、いやいやいや、クロノアさんめっちゃ嘘。だからいや、もう影のやつはね、そうやってで虚偽の報告してくるから上層部は困るわけですよ。上限は足かさ増しか、かさ増し報告の。いや、ちゃんと誠実に報告したんですけど、こっちは。ちょっとみんな一回見てもらっていい？はい、画面一回右側。はい、はいはい、右側、はい。もう一回ちょっとね、こうやって今ここ、ここに鉄のやつがあって、はいはいはい、しかもここに金のブロックあるから、鉄のピケ作ったらもう終わりだね、これ。あれ、なるほど。一回鉄のピケ9個、それ待って、ちょ、一回やってみていい？うん、これ いくつになるのかっていう。分解したら、おっと、うえおっと、あれ、ええ、今こちら銅のインゴットを今、だいたい100個ぐらい作ってるんで。やこ、それちなみに銅は1個1ポイントってことで、1個1ポイントですね。100ポイントだから100ポイント、ね、今原石100個ぐらいあるんですけど、はい、うん、どうしようかね。いけそうだね。どうする。あ、いけるよ、いけるね。これどうだ。終わるんだけど。嘘でしょ。いや、でもまだわかんない、クロナーさんがどうやるか。まだわかんない、クロナーさんがどうするか。クロナーさんが一体どうするか。そう、そのどうをどうするかですよ。どうするかか。どうをどうする。お前、マジで今日のお前の取れたか。ギャグ、今どうするかってしょうもないギャグ言って仲間殺してる上の人だよお前。そうさ、人を責めるのはやめようよ。いやいや、こうやって、いやいや、一応成果をさ報告した方がいいかなっていう。じゃ、もう一個成果作るよ。おれ、おばー。分かってたわ、もう今の感じ。あれ、なんかめっちゃポイント減ってない？
クロナーさんがどうをどうにかしたんでしょ。え、別に、いや全然、何、なんか上が気になっちゃって、お一回埋め立ててきたけど、え、どうしたの。クロナーさん、あのどうってどうしました。え、置いてきた。お、さあ面白くなってきた。クロナーさん、クロナーさん、どう早く取りに行くんだ。え、みんなに伝えなくちゃいけないことがある。え、何、実はハードモードが待っている。は、嘘。これは全然、あ、いやいや、なんでなんで、え、なんで知ったの今。まだ前座だから。え、本当に一気クリアしとこう、とりあえず。これで事前に本当に用意してたの。あ、うん。え、怖っ、こいつマジで。怖っ。お前のゲームはやっぱりどこか壊れてるよな。でもその壊れがさ、がいい、俺たちにさ、いい味出させてくれんだよな。試練を与えてる。なんだろう、あの余地っていうかさ、余白のページを用意しといてくれるみたいなね。あ、僕みっちり書いたつもりなんだよ。俺みっちり書いたつもりがまだ5ページぐらい余ってるぐらいな感じ、ね。はい、すげえ印刷ミスしてるね。だから、まあ、そこに自由に書いていいよっていうね。そう、教科書に自由帳が載ってるんだ。やっぱお前ほんとすげえや、死神。俺ずっと尊敬してるお前のこと。なんかミスを褒められて嬉しいんだか嬉しくないんだか。おーい、何、え、あれ、お前マジ怒るぞ。これだから上層部は無能なんだよ。なんかやった僕。おい、ちょっと一回目閉じろ、一回目閉じて。はいはい、目閉じます。新薬見て。はい、今目の前に何がある、はい、これエメラルドです。これよ、あと青い花です。あれ、ん、もうね、こう見かけ上なんですよ、こう虚偽の報告。エメラルドは換算されません、クルナさん。嘘。これね、税金をね、こう抜こうとしてる、こいつ。不正だ、不正だ、不正だよこれ。国から逃れようとしてる。怖いんだけど僕。だって今までそんなさ、エメラルドバグったことあった、換算で。お前やってるわ。お前これあれしようとしてるわ、税金逃れしようとしてるわ、こいつ。ガチで腹立ってきた。ガチで腹立ってくんな。お前が悪いんだよ。いや、お前が悪い。うるせえ、マジで。なんでだよ。ここに来て、この日常カンパニーの決算報告が虚偽だったことが判明した。ニュース載るぞ、これ。やったな、死神。お前はエメラルドを取得しているのに取得していないと、虚偽の報告をしたんだ。大変。あれ、あれ、あれ、これ、半沢直樹じゃなくてシュート、もしかしてこれ。シンプル本名をやめて。じゃあ俺と撮るよ、じゃあ。はい、お願いします。今日えぐいね、今日ね。あれ、こんなバグってんだろうね。CM はもうでも面白ポイントでやっぱ稼いでいくしかないんじゃない。面白ポイント、まずいな。いや、お前今めっちゃおもろいから大丈夫よ。大丈夫。待って待って待って、みんな。もっと。みんな。ちょっとだけ消費って。待って待って待って、怖い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 。ちょっとクロナさん待って喋んない。ちょっと待って待って待って。クロナさん待って。ジョーム待って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 。ちょっと俺が。ダメ。ちょっと待って喋んないで。ボーイングと。はい。取りました。ジョーム。ポイントが増えてません。ジョーム、一体どういうことだよ。わびろ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 。知らないことじゃん。なぜ換算されていないんだ。コマンド待ってるんだよ、コマンドは。あれ、待って、ストップ。はい、もう一つすごい事実に気づいた。なんすか、死神。あ、あれ増えた、あれ増えたくね、今65人。あ、今待って、
あ、反映された。あ、あ、お、お、来た。反映された。あ、よかった。もう大変ご迷惑をおかけして。いえいえ、すいません。いいよ、なんでお前頭が高いんだよそんなに。すいません。なんでやねん。ごめんなさい。死亡ペナルティが増えてる増えてる。私目が下におりますので、ペイントさんは、ペイントさんは降りないでどうか。私目が下に。わびろ。あれどうしたの、どうしたの。ペナルティが増え始めた。あれ、ペナルティ増え始めたよ今。コマンドが正常に動作し始めた。すべてが進み始めた。動き始めてしまった。クロさん早く動を撮っていただいて。じゃあとりあえず撮ります、撮りますよ。うまい、おふざけが許されない世界に。あ、え、あーよかった。あーよかった。いけたわ。え、撮りま知らないですか。もう知らないでしょ。あーあー、なんだったんだこのゲームは。なんだったのさっきのやつ。めっちゃ面白かったね。一番の笑いどころがさ、バグで笑うっていう。みんなごめん。いやいいよ。ごめんよ。お前、いやいやいや、やっぱお前笑いの神様やな。面白かったけどな。やっぱ日常組の余白ってさ、バグなんだよね。不甲斐ないよ僕は。お前ずっと不甲斐なくいてくれよ。いや望んでない。ネクストランド。行きますか、ネクストラウンド。え、これ位置構わないとダメ。え、これなんかハードモードの説明とかないんすか。あ、もうやれば分かると思います。え、じゃあこれ高さはこれ変わってないと思う。あ、じゃあ変えてきますか。はいはい、OK。 じゃあ今度は真ん中ね。はい、あ、待って、行きます。え、これはもしやネタ会議の直前時点ではワイザー表だけなく ZX の話もあった気がする。そういえば思い出しましたか。そういえばあったの、そんなの。人類は思い出した。X 座標と Z 座標も。やばいぞこれ。待ってこれ、ちょっと待って、無理無理無理。いや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 、これ真ん中だからどっち見りゃいいの。やめて。え、高さが一緒になったんだ、二人今。え、やばいって。これ無理かも。やばい。これもうガチでこれ協力しないと。そうだね、俺こっち側行く、もう反対方向すな。なるほどね、確かに確かに、同じところ行くとやばいかも。いや僕もこっち。あ、え、ちょっと待って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 、高さがあった。あ、これ今なんだ、誰と会った僕。バン、離れて。あ、違う。ちょっと待って待って待って。ギャー、高さが僕上いときます、僕上いときます。OK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 。 やばいやばいやばい。違う、だからベンちゃん。ちょっと斜めに、斜めに。あ、ベンちゃん、豆腐さん出てくんない。やめてって。死神来てる。豆腐さんが降りてくれてる。あれ、俺がもう、俺も離れる、俺も離れる。ごめん、俺は高さらは。あ、違う、それは今どっち座標。高さ高さ。ダメ、降りた。聞こえるか、天秤が傾く。お前から死にに行くなってよ。お前。あ、違う、だから僕今逃げようとしたんだけど高さが。え、降りてくの、降りてくの。ちょっと待って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 。え、ちょっと待って待って待って。天秤が取ってきたら、だから取ってきたら、だから待ってって。違う。あ、X 軸もね、お前。ほら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 。わぁ、なんだ、高さ。わぁ。待って、フェイスはフェイスだ。え、死亡ペナルティが動き出している。ほんとじゃんか。やべ、増えてってるよ。どうすんのこれ、マジで。マジむずくね。こういうことでしょ。そうだね。そうだね、斜めに。とりあえずクロノーさんマジで、うん、地下深くまで潜ってもらえます。加減の世界へようこそ、クロノーさん。もう日の目を浴びることはないんだね、じゃあ。そうだよ、君が知る必要はないんだよ。俺はこのクセリフをクロノーさんに言いたかった、ずっとな。俺が参ったやつだ。あなたに言われた言葉だこれが。あの駅を鉄ブロックの可能性もあるから。バカバカバカ。
体がなんかと思って、ありないよ。君が知る必要はないんだよ。嘘だろ。マジで怖い。怖いよ。まず死神ごけんよ。どうした？ちょ、降りてって、もうちょい。え？え？今カルナーさんワイザヒョウいくつですか？ワイザヒョウ68。あ、68。じゃあ若干降りますね。オーケーです。多分そっから上がってことはないと思う、俺は。よろしい。これ山だから一気に降りちゃうな。え？今89。88。85。え、なんか俺の死への、俺への死のカウントダウンじゃない、それ。ちょっと待って待って。77。100、100。待って。73。72、72。あ、やばい。クロノさん頑張って降りて、殺されるぞ、ペイシタリ。やばい。強制誓う。クロノさん、牢獄行きだ、俺。いくつなんすか？今59まで行ってるけど。59、じゃあとりあえず60はまあ降りても大丈夫やな。え、59で60まで行っちゃうの？やばいって。グルメさん、待って待って、に降りないとし。待って、作業台作んないと何も作れん。聞こえるか、クロノさん。あ、やっと気が取れた。死が向かってる音が聞こえるかい？聞こえない。聞こえない。そうさ、死は足音など立てないのさ。突然やってくる、これ。怖すぎる。ペイさん、PVP じゃないよ、これ。一応ね。一応 PVP じゃないからね。違うの？違うよね。やばい、もうめっちゃもう真横にいるじゃん、みんな。これ違うの？殺すゲームじゃないの？うん、うん、違うよ。始まれんだよ。うん。大丈夫かな、これ。一応木を取って、こっちも石の装備を作っていく。これ Z 座標を減らしていったら、クロノワさんに死のカウントダウンできるんじゃね。なんでみんなそうやって俺を殺そうとするの。なんでやめてよ。あ、向こうにめっちゃ鉱石ある。いいと思ってたもん。全然移動したかったら言ってください、協力しますよ。いや、お前は別に何もせんでいいよ、上にいる。なんでいや別に、いや、なんか上にあるとかさ。いや、クロノワさん別にいいっすよね、俺ら。死神くんに関してはもうずっと上に行くのだったから。よし、降りてくぞ、今から。77、76、75、77、やめろって、お前。 PVP にしたのは君だぞ。いや、殺してないから、俺。確かに。クロノワさん、X 軸なんとかして。取る、え、右側に行って、なんとかして。そこに鉄があんだよな。マジ、ちょ、俺も鉄あるから取りたい。あ、じゃあクロナさんどうぞ先に。なんか2人協力してない？え、いや、協力ゲーだから。協力ゲーだから。上層部も仲間に入れてよ。え、しがみさんの仕事はもうゲーム作るので終わってっから。じゃあもう抜けていいってことだね。あー、いじけたいじけた、しがみがいじけた。いじけちゃった。いや、二人でそんな楽しそうにやってんだろ。僕はゲームをバグらせるところで仕事は終わりってことだね。正常に動き出した時点で僕の仕事ないわけだ。いや、あるよ、お前は。あるね、あるある、うん、大丈夫。今でもとりあえずないから。今はね、今はないだけどね。今はそう、今はいずれあるよね、絶対ね。あのね、めっちゃ美味しいとこっていうか、うん、いいとこで死神くんに活躍してほしい。いいの？そうだね、用意しようかな。じゃあやっぱほら、あの部下のね、あの、うん、あれはね、上司の成果みたいなとこあるから。はい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 。やっぱ僕らの成果も全部このやっぱ死神上司にね、こうあげないといけないわけですよ。うん、働け働け、君たち早く。よしよし、あげることに成功したぞ。こいつバカだな、本当に。よく上まで登っていけたわ。え、でもいいよ。なんかやっとね、ポイント取れるぐらいのとこまで来た高さ。あ、マジ？今僕みんなが何で降りてる？ワイザヒ俺39っす。あ、俺20だわ。で、今俺銅でやっとこのポイント分は、うんうん、お、あのマイナスポイント分は、お、あ、本当だ、増え始めた。いけました、任せてください。結構真ん中になっても働き者なんですよ。さすがだね。ペイントさん本当すごいよ。さっきの真ん中誰だった？中間管理職じゃないってことだ。さっきの中間管理職、マジで無能なんで。あ、やべ。君。え、ね、やべ。エスカレーター仕切ってたら上がった。君。でもね、どうした？
すいません、いや歴代やっぱり前のね、前の中堅担当してた方がすごいやっぱりこう今までのこのシステム、中堅どうあるべきかっていうシステムを構築してくれたから、はいはい、そのおかげでやっぱりこう今こうやって活躍できてるんだなって、なるほど、実感しますね。いいじゃないか、いいじゃないか、君君ちょっと給料上げちゃおうかな。ダメだ、この銀行潰れるぞすぐ。潰れるな、めちゃめちゃ気分でいろいろ変えてくるな。このペイントっていう子すごいいい子だから2億上げちゃおう。終わった、はい、はい、もう会社が終わり、2ヶ月ぐらいでもう終わりです。ポイントめっちゃ減ってない？あ、今僕石炭、あ、でも石炭でもやすのよくないか、木材。よし、今鉄のピッケル作るわ。お、オッケー。あ、でも銅だいぶ集まってるよ。これで作業の効率化を図る、ね、はい、これ何でしたっけ、これポイント何ポイントで達成でしたっけ、これ100ポイント、100ポイントすく、俺今鉄あと8個あるんで3パ21で24ポイント持ってますね、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、あれこれ、これ今ペンさんの、まあ、まあでもあの、まあ今あれなんですけど、まあまあまあね、3パ21で24ポイントと、あと銅が2スタック分ぐらいあるんで、はいはいはい、なんか今、あ、なんかこれ株か、あ、これ株かみたいにめっちゃ入れてない、変動激しすぎるでしょ。ちなみに自分もね、今あの自分の今作ったチェストの中にですね、鉄のインゴット6個と、銅インゴットが2スタック半あるんで、あ、まあまあ、これ株か、まあまあまあ、とりあえずね、終わらせようか。完全別構造したら、あの X も Y も Z も全然問題ないことが分かりました。ある程度離れたらあんま関係ない。関係ないね、ハードモードとは。じゃあ終わらせますか、終わらせますか。ナイスー、281。オーバーフローしてんなよ。歴代で1問集めてない？めちゃめちゃ集めちゃったな。いや、みんなちゃんと別行動して一人だったらちゃんと仕事するってことなんだよね。なんか手休まなかったからね、一回も。あー、ぼぼ、ちなみに主人公さんはポイントいくつ集めたんですか？僕は何ポイントだこれ。石炭が21個と、はい、動員ゴッドが12個なんで33ポイントです。はい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 。僕は、うん、まあ大体150、170ぐらいかな。はいはいはい。もう自分もだいたい200ポイントぐらいかな。加減の、なるほどね。まあ余裕だったと、いうことですね。じゃあ本日の企画ありがとうございました。いや本当に素晴らしい企画ありがとうございました、しんぐさん。あのさ、お願いがあるんだけど。何何何。社長やってくれない？お前大丈夫か、その後ろに会長って席あるけど、お前まあ席は用意されているぞ。僕はもう下よりで平社員になるんだ。お前が社長辞めても会長って席があるから、結局お前辞められない。事例を言い渡します、死神出向。なんでな、自分に出向言い渡すな。